皆さんごきげんよう。東京ディズニーランドで着ぐるみショーを着て勝利出演していた女性が上司からパワハラを受けたとして、オリエンタルランドに損害賠償を求めていた裁判で、千葉地裁は88万円の支払いを命じました。あれディズニーランド、東京ディズニーランドなのになんで千葉地裁なんでしょうね。2018年に始まった裁判では、ディズニーランドで、キャラクターの着ぐるみを着て、ショーなどに、出演していた契約社員の女性、当時38歳が、オリエンタルランドに対してパワハラの、損害賠償を求めています。女性は上司から病気なのか、それなら死んじまいと暴言を吐かれるなどのパワハラを受けたと主張。すごいね。病気なのか、それなら死んじまいと暴言を吐かれたってね、だいぶね、夢の国もメッキが剥がれてきましたね。昔からあったんだけど、それがね、世に出やすくなったんじゃないでしょうかね。会社がパワハラ防止の教育など安全配慮義務を怠ったとして、330万円の支払いを求めてました。今日判決で千葉地裁は、女性の主張を認め、オリエンタルランドに対し損害賠償として88万円の支払いを命じたってことなんですけど、ディズニーランドはね、怖いよね、はっきり言って。一昔前のジャニーズと一緒で、なんか潔癖すぎてさ、なんかすごいなんつうの、秘密組織みたいな。小学校で、とある小学校で、プールの底に、なんかミッキーの絵を描いたんだよね。で、それを、上空から見たら、ミッキーってなるじゃないですか、プール。で、それを、ディズニーランドが圧力かけて、消させたんだよね。そんぐらいなんかディズニーランドって、なんか権力が強くて、なんか、だジャニーズとディズニーランドっていうのは僕は前から疑ってましたね。で、ジャニーズがね、最近、城が崩れてきてるじゃないですか。社長さんが亡くなって。で、ディズニーランドも、どんどんこうやって壊れていけばいいなって僕は思ってるんですよ。なんか強いものがどんどん強くなるって面白くないじゃないですか。だから、花屋敷あたりに僕は頑張ってほしいなと思ってるんですよね。一人勝ちなんですよね、ディズニーランドの。後楽園とか、豊島園とか赤字って聞くし、まあ、豊島園もないけどね。で、ちょっと本題に戻るんですけど、88万円多分ね、取ったとしても、トントンか赤字かな、まあ、労力とか考えると、トントンじゃ割り合わないよねって感じで、結局報われなかったよねって思うんですよね。これね、労働審判じゃなくて、本訴だから、弁護士つけてやったと思うんですよね。で、88万円って、ね、本当に少ないよね、多分。なんだかんだでね、何回も弁護士行ってもらってるしね、その裁判所に、これ判決まで、多分、ま、本当にね、プラマイゼロか、あったとしても10万、20万とかそんなレベルだと思うんですよね。で、やっぱパワハラってね、弱いんだよね。パワハラってさ、なんか、何って話なんですよ、パワハラって、法律上ね。パワハラっていう罪でないから、要は、侮辱とか、なんか名誉毀損とか、なんかそっちに当てはまるしかないと思うんですけど、だからパワハラってさ、抽象論なんだよね。でもパワハラって言葉がこうやって通ってるわけじゃないですか。で、はい、これパワハラですで、パワハラだよっていう、なったらこうとかないんですよね。だから、度合いもよるしね、パワハラ。そのパワハラが行き過ぎたら、ね、障害とかなるし、侮辱罪とかになるけど、嫌がらせ程度だったら別になんともなんないんだよね。でも裁判で頑張れば、まあ、それがあったから自分はこの会社からいられなくなってお金に苦労したとかなれば、じゃあその責任取ってくださいってなるけど、本当難しいと思うんですよね。で、このディズニーランドがこういうねニュースが、まあ、明るみになるってことは、まあ、ディズニーランドだから特別メディアマスコミに守られてるってことはもう 100% ないってことが分かって、俺は安心してるんですよね、逆に。で、まあディズニーランドね、このケースが多いんだよね、こういうのが。ちょっとした歌詞とかにさ、なんか、ミッキーつけてさ、高く売ったりとかするじゃないですか。とか、著作権の件もすごい厳しかったりとかして、なんか、オラオラすぎるっつうか、勝てば官軍すぎるんだよね。なのに、表向きでは夢の国とか言ってて、なんか俺、昔から嫌いだったんだよね、学生時代から。でも女の子は好きですよね。だから、合わせてデートにってことはあるんですよね。ポップコーンをこうやって首にさ、バケツでぶら下げてなんか入れるやつあるじゃないですか。とかありましたね。あと、ジャングルクルーズのさ、ギャグさ、滑ってるのにさ、ディズニーランドでさ、なんか、ね、みんな気持ちが出来上がってるからなんか受けてるっていう雰囲気も嫌いで、俺ずっとこうやってムスッとしてたんだよね。そしたらさ、後ろの方でなんか笑わないお兄さんがいますねとか言って、いじりやがった。それこそ、俺がね、ジャングルクルーズのあいつもね、訴えてやるって話ですよね、本当に。まあ、ちょっと真面目な話に戻りますけど、要はパワハラを受けたりとか、パワハラが横行するような職場で、自分が苦しいって感じたなら、すぐその職場から退きましょうって話なんだよね。それをさ、なんか、あんのに、なんか、ずっとさ、継続しちゃうからさ、パワハラとズブズブになっちゃうっていうかさ、まあ、ズブズブっていう言葉はちょっとね、言葉違うかもしれないけど、なんか絡みつくわけじゃないですか、パワハラ。それがどんどんどんブラックホールじゃないけど、広がっていって、大変になって負担かかるわけじゃないですか。で、もう、無理、疲れた限界とかなって、まあ、ツイッターとかでさ、そのパワハラ受けたとかさ、まあ、言ったりとかして、それ繋がったりとかしてさ、まあ、どうこうとか、まあ、最悪の場合は、その、精神病になってしまって、まあ、それがね、原因でなんか、診断されたとかなって、それツイッターのプロフィールに書いたりとかして、まあ、やってる人いるんだけど、そこに陥る前にやめようよって逃げようよってもんだよね。まあ日本人はなんか逃げちゃいけないって、逃げるのが悪いこと、なんか負けで惨めとかそういうのがなんか植え付けられてんだよね。で分かりやすい例なんだけど、線路の上にまあ僕立ってるとするじゃないですか。で電車が来たらもう死んじゃいますよね、逃げなかったら。でも、たかが2、3メートル横にいるだけで、風だけで済むの。その感覚を、社会でもちょっと持ってほしいなと思うんですよね。で、パワハラにね、なって、本当に、辛い、悔しい、悲しい、金銭的にも、とか、病院にも行ったとか、そういう気持ちがあったから、裁判までしたと思うんだけど、でも実際、ね、裁判で頑張っても、たかが、この88万円しか取れないわけですよ。ってことは、そのパワハラというその事故に遭わないようにしましょうよって。だから嫌なことはやめる。辛いことは逃げ出す。で、全く問題ないですから。で、日本はなんとかなるんだよね。で、そう逃げずに自分がそうやって壊れてしまったりとか、ね、なんか、重いものがのしかかってしまったら、ハンデを背負うようになってしまったら、もうそしたらなかなかもう一回壊れちゃうと、ね、元戻んないから、ってことをね、ちょっと最後にお伝えします。だから、そういった意味でなんか、あまりにね、その意固地にならずに柔軟にね、だから、この例えも好きなんだよね。ツバメとかってさ、寒くなったら、あったかい方の場所行くじゃないですか。で、逆に、ね、暑くなったら涼しい方に行くじゃないですか。ツバメとか鳥とか、そういうイメージを持っていきましょう。俺らも動物なんで。では。